よし、始まったかな。あ、これもしかしてあれかな、録画してるかどうかのインジケーターが見づらくなったかな。このちゃんとアプリでチェックした方がいいかもしれない。うん、バッチリだ。大丈夫だよね。残り時間が出なくなっていくけど、いけてるかな。まだ若干このアプリが、GoPro アプリがまだ不安定感あるけど、iPhone でも一応チェックしてみるか。大丈夫そう。わかるかな、この違い。毎回このパターン。今日のドリ散歩は完全にいつもと違いますよ、装備が。昨日のドリ散歩を見ていただいてる方だったらもう別にすぐ分かってると思うんですけど、DJI カルマグリップ、ライダー M じゃなくてカルマグリップにした。これね、カルマグリップに関してはちょっと使い込んだらやっぱりメインチャンネルできちんと、語りたいと思いますけど、怖いな、ちょいと。予想通り今のところこれは GoPro Hero 6で花咲く製品なんじゃないかと。ちょっと GoPro Hero 5の時はあまりにも、ちょっとドローンのね、問題とかもあって、いろいろケチがついてあんまり話題にならなかった気がしますけど、この Hero 6で改めて GoPro に注目が集まって、そして、手ブレ補正がすげえ強くなったんだけど、その先にね、この 4K60 フレームの、映像があって、でそれをやっぱりこうビレ、撮影したいと思ったらやっぱりジンバル必要じゃんっていう、この一見人類にジンバルは不要だと思わせつつの、人類にジンバル必要説、これをね、GoPro は完全に計算してますね。してないかな。一瞬反ジンバル勢力を油断させつつ総攻撃を加えるみたいなね、そういう 状況になってると思いますけど、ということでこの、カルマグリップを、POV マウントしてるんだけど、いやこれはね、第一印象、カルマグリップの第一印象はデカって思ったんですよ。ちょっとこれも比較ちゃんとしたいけど、多分 DJI オズモの方が、コンパクト感はあるんじゃない、同じぐらいだけど、なんかね、グリップが太いのかな、なんかグリップが妙に太っていう感じで、なんかこれ女子握るの結構大変なんじゃないっていう、手のちっちゃい人握るのは大変なんじゃないっていうぐらい、なんかグリップはアメリカンサイズなんですよね。バッテリーがかなりでかいのかもしれないけど、でこれカルマグリップから、GoPro にも電源供給されるし、ジンバル自身も稼働してるからっていうのもあると思うんだけど、何せバッテリー、結構グリップがでかって思ったのは一つ。ただね、今これ POV マウントしてるんですけど、マウントした時の装着感がすげえいい。なんだろう、この変な長いグリップを、バックパックのベルトの部分に装着するんで、なんかすごいうざったいなと。それがそもそもまずライダー M の方がスマートでいいなと思ってたんだけど、重量バランスかな、やっぱりライダー M ってこの POV するプレートの上に基本全ての重量がかかってくるんだけど、このカルマグリップの場合は、なんでみんなこれに注目してるの？ よくわかんないけど、カルマグリップの場合は比較的このグリップの一番根元、上の方の根元にリング状のアタッチメントをつけて、例の GoPro のネジ止めするアタッチメントの部分をつけて、それをこう、プレートの、POV するキャプチャー側の
ネジ穴に装着するんだけど、だからね、何が言いたいかというと、その POV で胸につけてる部分から下の部分にバッテリーが、こう主に重量バランスが、ネジ止めしてるところの下と上に分散されるんですよね。だからね、今この装着してる時の装着感がズバ抜けていい、安定感もあるし、これはやっぱり一回やっぱりやってみないと気づけない、こう絶対カタログスペックではわからない、気づきの一つですね。この重量バランスはめちゃくちゃいいな。なんだろう、全然この軽さ感が違うというか、やっぱりね、ライダー M はすごいこう頭でっかちなんで、こう左肩に僕はつけてるんだけど、左肩がこう引っ張られる感じが、ベルトがね、もうすげえクリーニング中ちょっとうるさいかな、すごい装置、ベルトが、左肩のベルトだけがすごい引っ張られる、前に引っ張られる感じは否めなかったんだけど、これはね、なんかすごい自然だわ。なんかある意味つけてる感覚があまりない。これはライダー M 持ってる人が使ってみて初めて実感する感動というか気づきかもしれないけど、やばいね。やっぱりこれは昨日ちょっと予言したけど、空前のカルマグリップブームが起きちゃうんじゃないの、あのバックスペース FM 界隈で、気がする。しかもさ、カルマグリップって299ドルだったけど、最初から299でしたっけ、なんか100ドルぐらい高かった気がするんだけど、いろいろ騒動があって値下げしたんだっけ、なんかもっと高くて躊躇してた記憶があるんだけど、299はそんなに悪くない値段設定なんじゃないかなと思ったりしましたよ。このやっぱりなんか戦艦というか船がやっぱり来てるんですね。この海兵さんがいっぱいいて、そうだからね、このいや、あとね、まあ、グリップ部分で録画できちゃうとか、いろいろコントロールできちゃうとか、グリップが GoPro 自体も充電しちゃうから、まあ、充電しちゃうことで稼働時間伸びる以上に、その充電するときにやっぱライダー M の最大の、まあ、欠点はバッテリーの充電結構めんどくさいのと、背中のプレートを、まあ、僕もネジ止めするのやめちゃってるけど、なんか変なネジで止めてプレートしてバッテリーやって、しかもバッテリーがこう、なんかぶっとい乾電池みたいな特殊なやつで、それを、一回外して充電器につけて充電しないといけないっていう、毎日ね、家に帰ってから充電するっていうのの、まず GoPro を外して、GoPro の充電をしてライダー M の充電をしてみたいな、結構ステップがあるんだけど、このカルマグリップはもし GoPro 外さなくても、カルマグリップのお尻にある USB-C 端子にブスッと挿せば、多分これバッテリーから GoPro まで全部一気に充電してくれるんじゃないかな。なんかそれで、しかも PC に挿して充電すれば、充電時間遅いかもしれないけど、 PC に USB-C 挿しちゃえば、データの読み込みもそれで一気にできちゃうから、カルマグリップだけで使いたい人だったらもうほとんど何にもいらないんじゃない、その操作的なものは。あとはこのさ、マーカーが、昨日松村さんの対談でも言ってましたけど、この GoPro でつけるマーカーをアドビプレミアって認識するのかな、今までそれ実は試したことなかったんだけど、このマーカーがなんかこう手元でポコポコポコマーカーつけれるから、そのマーカーがつけれるんだったら、もうそれで取りっぱなしにしときつつ、長回ししつつ、いつもだったら本当は録画停止再生再生してるところでマーカーポチポチ打ってて、後でそこがプレミアでもし取れるんだったら、編集効率も下げずに長回しできるからすごいいいんだけど、ちょっと調べてみよう。今まで
今まですげえ調べようと思ってたけど、マーカーを打つっていう操作自体があんまり現実的じゃないステップだったんで、めんどくさいなと思ってたけど、まあ、Apple Watch でもマーカー打てるようになったし、このカルマグリップのマーカーボタンでマーカーが打てるようになったから、ついにここに来てマーカー運用が現実的なものになりそうな気もしてきた。うん、素晴らしいな。この重量バランスってすごい重要だね。重さ自体はライダー M の方がトータルで言ったら多分軽いと思うけど、やっぱりこの装着した時の重量感は全然違うな。これは本当にあれかな、まあ、あとはこのジンバル性能がまだ全然見えてないけど、でも悪いってことはないと思うし、むしろね、そのバランスが完全に GoPro に作られてるから、そのしかもヒーロー5以降に作られてるから、 GoPro GN のライダー M ってもともとヒーロー4ぐらい、騒がしい、ヒーロー4ぐらいで作られてて、後付けのアタッチメントでヒーロー5対応して5、6対応したけど、だからちょっとこうつけた時の重量バランスはなんか合ってないんですよね。だから重り10円玉で重りつけたりして対応して対策したりしてたんだけど、ジンバルってやっぱり電源外した時にちゃんとカメラがチューブラリンになった時にある程度こうカクンって片方に倒れない傾かないレベルようにバランスを取っておくとよりこう効きが良くなるんで、そこら辺の調整がまあ純正だったらバッチリだろうというところもあるんで、ジンバル性能が悪化してるってことはまあそうそう考えられない気がするんだけど、いやこれ日本でも気軽に手に入るのかな。あ、なんか急に液晶が反応したけど、これどのタイミングで液晶が光ったり光らなかったりするの。大丈夫、撮影止まってたりしないの GoPro。 一応生きてる、10分撮ってる。そうだからね、まあとりあえずファーストインプレッションとしてはちょいでかいなっていう、なんかこれ圧迫感なしに振り回せるかっていうと、それなりにこう絶対これ何それって街の人に聞かれるレベルではあるとは思うんだけど、まあ性能としては、性能というか使い勝手としてはもう第一印象でやっぱりさすが純正品っていう感じなのと、完全にこの重量バランス問題で POV した時のマウントの何だろう、快適感がこうドリ散歩的にはもうなんだ必須だね。ドリ散歩するにはちょっともうこっちだな。全然このだ、正直そのライダー M つけてる時っていつもバックパックの中身を取り外したりするのも結構ね大変なんですけど、一回外して必ず外してとか言ったんだけど、まあこれもちろん外した方がいいんだけど、ちょっとしたこう背面にアクセスするぐらいだったらつけっぱなしでもいけそう。さっきも実際鍵入れるのにいつもなんか無理やり見ずに目押しみたいな感じで、鍵を後ろのポケットに入れたけど、なんか実はすると鍵落ちてたらどうしようっていつもすごいヒヤヒヤするんだけど、そういう心配がなくなりそう。これも伝わるかな、今日の初説明も下手か俺なんか完全に説明ベタな時は何言ってるか分かんないってまた怒られそうな気がするけど、これはねもうやっぱりライダーだ、 GoPro を POV マウントした人だったら絶対にうんうんそうなんだ、すげえすげえって言ってくれる話だと思うんだけど、ちょっとね、うわこれみんなまた黄色信号で突っ込むからもう立ち悪いな。気持ちはわかるけどね。
やったことないと何言ってんだっていう話になるかもしれない。あとそうそう、GoPro Hero 6 の内蔵マイクテストを実はね 2,3 回試みてるんですよ。てか試みてるっていうか、もちろん内蔵マイクでは音取れてるから、そっちを使ってみようかなっていう、メインチャンネルでもサブでもいいんだけど、ちょっと昨日のサブとかも歩いてるシーンっていうか、その Vlog 的に、撮れ高対撮れ高禁止ワードやめよう、もう撮れ高が足りなくてメインチャンネルでは使わなかったやつを最近サブチャンネルにただこう、この通勤以外のランチ行ってる様子とかもちょっとだけ混ぜたりしてるんですけど、その時の音声は実は GoPro のやつを使おうと思ったんですけど、ちょっとあんまりにもね僕の中では許しがたい音質クオリティというか、ここに関しては改善ゼロじゃない。Hero 5も正直ぶっちゃけ大してというか、内蔵マイクの音声使ったことないから何とも言えないけど、まあ何せ使い物にはならない気がするな。なんのかな、ピチキョの動画を見ていて、エクストリームGoPro 6使い倒しみたいな、すごいね GoPro に厳しい動画を見ていただくと、でもまあまあ音確かに取れてたけど、なんだろう、特にね野外が辛い気がする。屋外に風屋外だともうなんか音がね、風切り音の防止、あとこうモードが自動モード、ステレオモード、風切り音防止モードっていうのがあって、自動モードにしてると撮ってる間に結構音がね、多分モードが切り替わってすごい音質が1個のクリップの中でコロコロ変わるんですよ。なんか風切り、風がウィンドノイズ来たな、風切り防止モードにしよう、なくなったな、ステレオモードにしようみたいな、多分そのおー怖えな、そのなんか切り替えがスイッチングが結構激しくて、モードは固定した方が、おお、もうほんとやめて、ワイヤーを下手に道路に張らすのっていうのが起きるから、まずそのオートはあんまり使わない方がいいなと思って、で昨日のランチの時は風切り防止モードだけで固定で撮ってみたんだけど、でもそれでもねなんか音が安定しないっていうか、なんか撮れてるマイクの位置を制御してんのかっていうぐらい、なんか音がね、まあその手で持ってる持ち方にもよるのかもしれない、マイクの穴を塞いじゃってるとかもあるのかもしれないけど、ちょっと使い物になる気がしないなと思って、今のところ発動してない。ちょっと撮り方、内蔵マイクで撮ってるよってことをもうちょっと意識して撮れば、もしかしたらもうちょっと使えるかもしれないんで、もう一回トライはしてみますけど、まあマイクの期待はほとんどしない方がいいかなっていうのが僕の印象です。てな感じで以上。